タイガートラウトは、ブラウントラウトとブルックトラウトの生殖能力のない、異種交配の雑種第一代である。タイガーの名称は明瞭なその、虫食い模様に由来し、それはまるで虎の島模様を連想させる。タイガートラウトは84の染色体を持っている。川マスと80の染色体を持っている。ブラウントラウトとの自然では、稀な現象である。 記録は1944年まで遡って例を示すことができる。タイガートラウトは、不可常によって育つのに十分確実に生産することができる。これは、川マスの魚せいで、ブラウントラウトの卵を受胎させることでなされる。そして熱がこれら卵にショックを与える。そしてそれは、染色体の余分な一組の作成を引き起こし、 生存率を5%から85%まで飛躍的に増加させる。この評価は一般的ではないものの、タイガートラウトは自然の種より早く成長することが報告された。そして彼らはスポーツフィッシングのために広く放流された。北アメリカの多くの州ではかつてタイガートラウトの放流プログラムがあった。ウィスコンシン州は1970年代後半に そのプログラムをやめた。タイガートラウトは唯一五大庫に放流されるだけになった。放流プログラムをやめた後、五大庫で20ポンド以上のタイガートラウトの世界記録が捉えられた。ウィスコンシン州には現在タイガートラウトのための放流プログラムはない。しかしこのハイブリッド種は州内の大川に自然に現れる。 小川の水質がここ20年間最も良かったとして、カワマスの個体数は近年跳ね上がった。このように気まぐれなオスのカワマスは、ブラウントラウトの産卵床の近くで見つかった。そして、おそらくハイブリッド種が占めた。タイガートラウトは、魚食性として知られており、ザコに対する良い制御となっている。例えば、 ユタ州野生生物資源課などでは多くの魚の放流プログラムは頻繁に行われている。なぜならタイガートラウトはザコの個体数を効果的に抑制できるので彼らは生殖能力を持たないがゆえに自身の個体数も同様に厳しくコントロールされることができる。なお日本の管理釣り場ではイワナとブラウントラウトの交配した魚も 放流されている場所もあるが、河マスとブラウントラウトの交雑種と同様の魚が生まれるために、こちらもタイガートラウトとされる。ありがとうございます。